はい、どうもこんにちは、増井塾の増井です。さあ今日やってみてもこちらということなんですが、自由民権運動ということになるわけですか。これ立志社とかいろんな要するに政治団体ですね、まあ、やりました、片岡健吉と要するに板垣退助が、作り上げた立志社、こういった要するに組織がですね、いっぱい大阪に集まってくるわけです。全員が一致団結して大阪にドーンと集まっていく。そして出来上がった組織がこの愛国者っていう組織ね。愛国者とですね、国のことを愛している者たちが要するに政治団体を作り、それを集まって大阪で会議をしていて、愛国者を作ってみんなで一致団結して頑張っていこうということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。